皆さんこんにちは。こんにちは。エサです。ゆっこです。はい、今日はコメントを、が来ているので、はい、こちらを返していこうかなと思います。はい。なんか来ました。なんでしょう。シークレットミッション。エサちゃんにバレずにマシュマロ10個完食せよ。なるほどね。作戦としてはうーん、一気食いかな。一気に食べてちょ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 って噛んで飲む。これでいきます。頑張ります。はい、できた。はい、今日はコメントを、が来ているので、はい、こちらを返していこうかなと思います。では私からいきますね。スイングのお悩み解決できたコメントですね。はい、インパクトのヘッドの動きも解説してもらえたら。あ、これ名前読んだ方がいいのかな。早速読めない。マガラさん、サナガラさん、ナオミさん。はい、女性、女性ですね。ナオミさん、インパクトのヘッドの動きも解説してもらえたら嬉しいです。どうしても押し出すようなスイングになってしまって、ヘッドを畳むがうまくできませんっていうコメントなんですけど、ヘッドを畳むってこの時だね。ローテーション？ローテーションの時だと思うんですけど、多分肘が開いちゃってるんだと思います。左肘がこう開いちゃって畳めなくなっちゃってると思うので、ヘッドを畳むっていうよりかは左肘を畳む、外旋、こういうこの手首でこう畳むっていうよりかは左肘を畳むっていう、意識の持ってき方をするといいかもしれないですね。私もこれ結構課題です。そうね、まあ、女子は、特にそうだと思います。そうなんだ、はい、なんでなんだろう。やっぱね、力がないからどうしてもこう、ここから持っていくのに、左手でこうえいって持っていきたくなっちゃう。あ、そうなんだ。浮きたくなっちゃう。本当にそうなんだ。あとやっぱこう体の軸、やっぱ足腰の軸とかがこうブレちゃうから、ブレた時に体で耐えきれなくてどうしても腕で持ってっちゃう、っていうのが大きいと思います。はい、なので、左肘、に、タオルとか、タオル、ヘッドカバーとか、挟んで、こういうの挟んでやると、で脇が開いちゃうときはこう落っこっちゃうので、私もそれやってみよう。落っこっちゃうので、なんか挟んでね、物をこういうなんか小物を使って、ハンカチとかでもいいです、おしぼりとかでも、グローブでもいい、挟んで、練習をするといいかなと思います。やってみよう。はい、私もこれ課題なんで、ぜひやってみてください。ゆうこさん、はいはい、やります。次ですね。はい、赤坂さん、赤坂慎二さんですね。片手打ちの時バックスイングの指導が下半身腰の指導、グリップはそれについてくるような感じがしましたがいかがでしょうか。はい、合ってます。合ってます。で、力のない女性の場合スイングができないことがありますので、私が教える時にはトップまで両手で切り返してから右手を離してこう、女性ですね、こう行って右手だけ離して左手だけでダウン、インパクト、フォローっていう教え方をしてますがいかがでしょうか。まあいいと思います。全然いいと思います。なるほど。多分クラブが重くて、バックスイングが片手じゃできないっていうことだと思うんだよね。なので、左手だけって打てる？やってるよね。練習、こうやって練習してない？あ、前やってた。ね、前やってた。今できるかな。嘘。ちょっと分かんないけど。そうだね。力のない女性の場合はこの方法はありです。はい。はい。なるほど。米山さん。
はい、あ、いつもコメントありがとうございますよね、山さん。はい、アームローテーションとフェイスローテーションは同じですか？うん、まあ同じです、はい、捉え方としては一緒で大丈夫です、はい、ね、はい、次ですね。これなんて読むんだろう。ん？マイはアイアンオの方。マイ。ミー。ミーは？アイ。マイは？ちょっとでもこれ8分45秒逆にとかなってこれちょっとやめるね。うん。次。次いきます。次ですね。ミキさん。ひろふみさんかな？うん。チーピンになれば地獄です。どちらも出る場合は一日終わりです、うん、どれか一つに絞りたいですが、チーピンはティーグランドで左に立って右へ振り出すように打つ、だけど右へスライスする、うん、それではと思って右に立てばチーピンになって、どちらも OB、 うーん、ドライバーが苦手っていうことです。なるほど、そうですね、まあ、完全にあの悪循環ですね。右に行くのが嫌だから、うん、まあ、左目に立って、うんうんうん、右の方に、右の方に、チーピンを添えて右の方にで、多分こうスライスしてみたいな。なるほど。もうあのチーピン出るときは出ちゃうので、とにかくチーピン出ることを怖がらずに、うん、目標方向に向かって打つっていうのが結構本当に大事で、うん、まあ、ティーグラウンド立った時点でどこがダメか。うん、じゃなくて、うん、どこに打ってこうっていう風に目標をあのプラスの考え方で狙っていった方がいいです。左の OB 嫌だなとか、右のバンカー嫌だなとかじゃなくて、うん、もうあのピンの方向に狙ってこう、あのフラッグ立ってますよね、フェアウェイに、あの黄色い旗みたいな、吹き流し、うん、吹き流し方向に打ってこう、うん、でも狙いどこだけを見る。でもそれで右行こうが左行こうが、それはもうその打った後の話なので、うんうん、そのティーグラウンドに立っている自分の時点でもそれはもう負けになるので、うん、とにかく自分の意思を強く持った方がいいです、うん、この場合は目標方向の、うん、そう、うん、特にもうメンタルやられてる時は、うんうん、あのダメなとこしか見えないから、うーん、池しか見えない、はいはい、OB しか見えない、左の林しか見えないとか、結構こうダメなとこばっかり でそっちに振っちゃう、うん、見えたとこに振っちゃうって感じなので、目標方向をしっかり狙っていけるといいと思います、うん、これは本当に。確かになんかハザードがあるとね、うん、なんかちょっとだこう打ち込めないって感じ、うん、もう分かる、打つ前から分かってたんだよね、池に入るの、うん、みたいな、うん、それですね、かる、うん、要するにそれですね、うん、ドライバーはもうなんか打てるとこに落ちてれば、うん、もう、そうそうそう、OK ですよね、もうなんか100点のショットを打とうとしなくていいと思う、うん、本当に、うん、そう思う、うん、100点のショットは、うん、以外で結構出ないと思います、うん、ラウンド中本当に、うん、ごく稀、うん、何でも、うん、もういかにショット、どのショット許せるか、うんうんうん、まあいっか、うん、まあ、次頑張ればいっかみたいな気持ちでやれた方が、ね、いいと思うんだけどな、ドライバーも本当にね、とりあえずセカンドが打てるところに落ちればいいやもん、うんうん、特になんかゆっこの、あのラウンド動画見てると、うん、本当そうで、うん、打ってあーぴょぴょぴょまあいっかっていうのをよくやってると思う、本当にこれすごいいいなって私も思うから、これの辺はすごくあのゆっこ先生を日本にしていただけたらとそう、まあ、いやでも本当、うん、ドライバーも打てればいいんですよ、どっからセカンドが、うん、ね、うん、本当そう、本当そうだと思うね、うん、はい、はい、では皆さんコメント、高評価、チャンネル登録、チャンネル登録、はい、お願いします、よろしくお願いします、はい、またね、ありがとうございます。そうだ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 、てってて、みさちゃんがみさちゃんがコメント返信してる時に、私ね頑張ってね10個食べるってミッションがあったの何それ、ほらりさちゃんがねコメント返信してる時にあんまりなんかね、なんか頭回んなかった食べてたの、食べてた、結構一気に2つとか食べてた、本当にニヤニヤしてた、ニヤニヤしてた、この音してた、え、頑張ったんよ、
いや私普通に寒いんだなと思って、うん、かけてるからこれ見て私もちょっと寒いなぐらいに思ってかけようかなぐらいに思う。頑張ったんです。食べたの？食べてたね。いや、うん、確かにこの匂いした。この匂いした。じゃあ私ゆっこ香水変えたなぐらいに思ってたの。この匂いした。匂いするんだ。怖っ怖っ。結構食べてた、うん、噛んでた10個、うん、嘘。そうで、たまにちょうどりさちゃんがこっち向いた時ちょっともうほとんどないか。そう、私一回ゆっこの方チラって見たら、うん、なんか髪の毛で顔が全部見えなかった。あれと思って。そう、ちょうど亡くなった時とかあったから知らない。やられた。大成功。じゃあ、てってれーじゃない？うん、てってれーだね。てってれーだよ。てってれー。お腹いっぱいだ。ごめんね。気づいてあげられなくて。いや、もう楽しかった。なるほどね、そういう話ね。超びっくりしたんですけど。確かに結構匂うかもね。いや、匂ったよ。みんなはじゃあ見てたってことだよね。うん、結構変な顔しちゃったかも。知らないの私だけ。ちょっと見よう見よう。オンエア見たいと思います。しっかり見てください。さあちゃん見てください。見ます見ます見ます。絶対見る。やられた。次ゆっこ。はい、こうかな。はい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 。ゆっこちゃんパター変えた。ピン。パターは